おはようございます、増山孝明です。おはようございます、浜健人です。おはようございます、増本拓也です。おはようございます、小松翔平です。はい、この番組は若手声優4人が番組という名の会社を立ち上げ、ビッグな大企業にしていくサクセスストーリー番組でーす。はい、さあ本日はですね、4人揃ってのお届けになります。そうです、はい、久しぶり、久しぶりですけどもね、はい、なんでかと言いますとですね、本日はですね、皆さんにお知らせすることがたくさんあるからなんですね。ちなみにですね、K4 にちなんで4つお知らせをご用意いたしましたので、はいはい、皆さん楽しみにしててください。というわけで、では早速私の方から行かせていただきますよ、はい、1つ目はキャラクター企画部からでございます、はい、なんとですね、我々のキャラクター化企画のイラストが上がってきました。おお、もう上がってきたんです。早いもうみんなで見ていこうかなって。早速、はいはい、ちょっと、はい、不安しかないよ、大丈夫。僕らが描いたやつですよね。我々が描いたやつは本当ゴミみたいな絵だったんで、おい我々が描いたやつは、すいません、本当にゴミみたいなやつ。目見て言うんじゃねえよ。いやでも本当にやっぱ一番ゴミだったの。うるせえこの野郎。指さしてください、やめてください。俺は忘れてねえからな、お前。俺だけハンガーになる可能性が今あるんだからな、お前。それ上半身裸で描いたらお前が悪いんだよ。いや違う違う、そんなんだお前。まあ見ても見ても、でもメックスは鼻くそでしたからね。おい、どの試合どの。いや本当にあれは小松の理想なんだぞ。ベルトを巻きたいね。小松の夢をバカにするな。別人でしたよ、ね、顔が。もう本当にもう汚いものを汚いもので洗わないでください。もう本当に見ていきますよ。あれをプロの方がじゃあ直したらどうなるのかって話してたんですよ。こうなりました。じゃじゃん。おー、どうですか皆さん。これこうなったわけですよ皆様。すげえ。やっぱプロって違う。違う。まあでもこっちはすごい参考にしていただいてますよね。そういうことでございます。あ、そういうことでございます。今2パターン出てるんですね。増本さん、これズボン履いてないですね。なんで下半身が忠実に、忠実。これ多分僕がその増本さんのその似顔絵を描いた時にここまでしか描けなかったんですよ。いやだからって、でも俺履いてない、多分履いてないことにはならない。イラストレーターさん的には履いてないかもねみたいな。ないかもねじゃないよ、履かしてくれよ。履いてないかもね。やばい、拓也楽屋でいつもこんな感じじゃん。ちげえから。そう、楽屋でタンクトップのお前が。おい、とんでもねえ集団だなお前。俺も本当に履いてないみたいな。はい、というわけでですね、そうなんですよ。待って、これがもう本当にこのままゴーサインなわけね。基本的には、基本的には、ただ松本さんのご飯なんで、どうしても竹を伸ばしたいというのであれば、伸ばしたい。伸ばさして、これは伸ばさして、伸ばすものとす、伸ばすものとす、いいかい。はい、というわけで、プロの人に、プロの方に、あ、じゃあ僕の方からちょっとこれをかけて、ちょっと、なるほど、ちょっと竹を間に合います。うちの増本さんがカンカンだからちょっと伸ばして言っておきますね。だから皆さんの目に別の形で届く頃には、もしかしたら絵がちょっと多少変わってるかもしれません。ね、ちょっと先は伸びてるかもしれません。すごいすごい、ちょっとって怖いな。で、グッズ展開は、はい、続報をお楽しみにということで、まあ、そんな感じで、今後よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、浜からの発表は以上でございます。ありがとうございます。はい、では2つ目いきましょう。2つ目は商品開発部からのお知らせです。はい、はい、急ですが、本当に急ですが、はい、なんと卓上カレンダーの発売が決定いたしました。おお、急ですね。すごい、本当に影の形もなかった。そうだね、急に今まで一言もね、カレンダーなんて言ってなかったんだけど、はい、我が商品開発部、やはり会社といえばね、こうね、あー確かにね、アルミ系列車なんかよく入ってたりとか、そうそう、そういうもので卓上カレンダー、なんとこれも4月から使えるカレンダーですね。おお、今の時期にねえ、もうぴったりですね。皆さん探されてるんじゃないですか。そんなんじゅ皆さん探されてますよね。そうですね、みんな探してるはずです。当たり前じゃないですか。卓上寂しいな。当たり前じゃないですか。卓上寂しいな。あんま聞いたことないプレイスタイル。卓上寂しいな。卓上寂しいな。卓上寂しいな。こうやればいいな。いや、そう、そんなね、皆様のニーズにお応えした私商品開発部のものですけども、ご利用しするじゃないですか。はい、でもいいじゃないですか。でですね、こちらの、まあ卓上カレンダーですので、その当然スケジュールと写真ですね、うん、僕たちそれ専用にこの間撮ってまいりました。あ、撮ったのか、それ用だったってこと。そうです、そうです。なるほど、知らずに撮ってたんだよ。知らずに撮ってました。嘘だ、嘘だ、撮ってた。あんなに、はい、次6月でみんな撮ってたのに言ってましたよ。気づいてなかったんですか。バラすんですか、ちょっと察しが悪すぎるよ。そうそうそう、てへーてへー、まったくもうしっかりして。はい、すいません。いや、でもだいぶ楽しかったね。楽しい撮影でしたね。あれもみんなで4人で久々にまた
こうね、連帯感が強まったんじゃないかなと思いますし、もう12月12ヶ月分のものを撮りましたので、うん、ぜひともお楽しみということで、はい、でですね、こちらはですね、3月4日19時、うん、3月4日本日ですね、はい、本日からよ、こちら予約開始です。はい、はいですね、はい、こちら数に限りがございますのでお早めにということで、はい、警報カンパニーの社内販売サイトにアクセスしてください。はい、それで人形の情報が何ですか、はい、どうしたんですか。3月25日月曜日23時59分までに予約すると、はいはいはい、なんと4月上旬にお届けすることができます。あらー、はい、はい、ですね、もう本当にもうフルで使っていただけるということで、あらら、じゃあもうそうね、もうじゃあ新年度初出社からもしかしたら使えるかもしれないと。そうそうそう、もう卓上にボン、卓上にボン、卓上にボン、なんか卓上って言いたくなっちゃってなんかタンスにフンみたいなはい、皆さんの卓上にボンと置けるようによろしくお願いいたします。はい、楽しみ。あ、でですね、商品開発部、もちろん忘れてはおりません、ゴリゴリソングプロジェクトの方もですね、第2弾進んでおりますので、どうぞそちらもご安心くださいということで、これもよろしくお願いいたします。お願いします。はい、僕は以上でございます。はい、ということでですね、続いて3つ目のお知らせでございます。はい、3つ目はですね、今まではねちょっと部署ごとに話しましたけれども、はい、今回はちょっとねこの番組全体に関するお知らせでございます。なるほど。はい、まあちょっと皆様はねお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと今までよりも雰囲気が足元とかね、ブルーのこの辺とかね、ちょっとね雰囲気がね違うんですけども、ちょっと訳がございましてですね、まあ、今までで、ね、使っていたスタジオなんですが、はいはいはい、実はまあ、レンタルでね使ってたスタジオだったんですけどちょっと事情がございましてですね、スタジオの方がですね取り壊しというので、おい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 、残念ながらね、こればっかりはさすがに我々、ね、どうしようもないということでですね、はい、もう使えなくなってしまうんですね、いつものスタジオが。はい、まあ、なのでまあね、いい機会と捉えまして警報カンパニー移転をいたします。なるほど。なんでちょっと今日はですね、今まで使ってたものを無理やりちょっとね持ってきてるような感じで、ちょっとなんでこの床もまあ仮設といいますかね、なるほど、ちょっとそういうような状態でですね、まあ、こんな感じになってるんですよ。まあね、まあ、ですけどまあこれは本当ね、うん、新規一転、うん、新しいことね、プラスの方にね、うん、チャレンジをしていこうじゃないかということで、なるほどなるほど、じゃあみんなで発表しましょうか。お、はい、はい、いきますよ、はい、ます警報カンパニー、せーの、セカンドシーズンに入ります。はい、おセカンドシーズンですよ。おね、セカンドシーズンです。セカンドシーズン、そう、まあ、みんな知ってたと思うけど今まではファーストシーズンということでね。いや、知りませんでした。そういうのやってましたっけ。いえ、なんかね、区切りがあった。いつも言ってたじゃん。いえ、いや、ファーストシーズン盛り上がってるねとか、いつだファーストシーズン中盤ですがとか言ってた。言ってた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 でしょ。言ってたことない。あ、言ってたでしょ、みんな知ってたでしょ。あ、言ってたかもしれない。出た、出ました、出た、ね、ね、出たでしょ、出ました、 出ました。ということでセカンドシーズンでございますよ。お待ちかね、お待ちかね。なるほど。4月からよく分かる。なんかちょっとちょっとお姉っぽいなのか。4月からちょっと俺も今わけわかんない。ええ、ですよ。まあ、いろんな事情があるんですよ。いろんな事情でございますけどね。はい、4月から4月からね、まあ、今まではちょっとファーストシーズンということにさせていただいてですね、はい、セカンドシーズンというですね、はい、お送りをしてまいります。お、それに伴いましてですね、まあ、リニューアルをいたします。なるほど。はい、まあ、もしかしたらね、ちょっとメンバーの方も、はっ、ちょっと待って、いや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 、まあ、やっぱりリニューアル大々的にやった方が盛り上がりますから、これはやっぱりなんかね、もしかしたらそういう可能性もあるんじゃないかなっていう。なんで最下位のところが落ちているんで。ああ、だからそういうことですね。あ、まあ、やっぱ我々いつもなんかいろんなバトル的なことやってます。そういうことはあれですか。あれですよ。何？なんだ。ああ、戦いたくない。これに関しては。これに関しては争わないでいきましょう。そうだね、争って負けたら。そうだな、あれだね、操り人形を負けました。セカンドシーズンも、セカンドシーズンも
はじめの操られ、初操られ、初操られ、まだまだファーストシーズンですね、これは。これはファーストシーズン、ファーストシーズン最後の、最後の操られ地名だね。まだファーストシーズンちょっとあるんで、また操られるかもしれない。ふわふわじゃねえか、情報が。まあ今の翔平の下りに関しては太文字で書いてある。最後にね、マストでやれと、これだけはちゃんとやってくれてるので、まあもちろん、まあ、戦いたくないということで ね、ご安心ください。メンバーはもちろんこのまんまで、はい、よかったー、ありがとうございます。大丈夫でございます。そうか、はい、じゃあね、セカンドシーズン始まるということがね、はい、3つ目のお知らせでございました、はいはい、はい、そしてですね、4つ目のお知らせでございます。はい、はいはい、こちらのですね、セカンドシーズンのリニューアルに伴いまして、うん、アンケートを実施いたします。なるほど。はい、まあ社員の皆さんね、まあ、もちろんこの健康カンパニー一緒に作っていく番組でございますから、まあ、セカンドシーズンでね、まあ、こういうことやってほしいなであったりとか、まあね、今ね、まあ、いろんなね、こうキャラクターとか話グッズとか話もありましたけれども、ね、まあ、こういうグッズが欲しいなとか、こういうところ見たいなとかね、うん、そういったね、もう本当いろんなご意見をですね、あの社員アンケートという形でやりますので、皆様のご意見をお待ちしておりますので、アンケート先ですけどね、あの改めてね、こうツイッターなどにお知らせしていきますので、ちょっとね、あの頭に入れておいていただければなというふうに思います。はい。はい、はい、じゃあね、まあ、セカンドシーズン4月から始まるということに、ね、はい、あのなりますのでね、社員の皆様のね、まあ、協力がやっぱりね、はい、必要になってきますので、引き続きね、健康カンパニーよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは本日のお相手は増山武明と浜健人と増本拓也と小松翔平でした。お疲れ様でした。